今月24日にアワギンホールで徳島公演を行う全身座。1931年若い歌舞伎俳優たちが結成した劇団です。ここで半世紀舞台に立ち続けている徳島出身の俳優がいます。正式に役者になったのが25ですから、でもそれからもう約半世紀でね、実は役者49年目をやらせていただいてますよ。山崎達三郎さん。10代後半で見た舞台がきっかけで役者を志し、23歳の時に上京しました。高専の時にですね、まあ、当時流行りだった落語研究部落研っていうね、その時に行ったそれを 2年ほどね在籍しましてね、だからまあそういったものの延長線上で、まあ、芝居の世界に入ったといってもこれはもう間違いないところですね。そういった意味ではたまたま私の場合にはこういったその着物を着たり歌舞伎的なそういう所作をするそういうお芝居がまあ水にあったもんですから、それで劇団で約半世紀ね長くやってこられましたね。私は歌舞伎の演目の場合には主には女方をやらせていただいたんですよ。創立メンバーである川崎国太郎さんという方がいらして、その方私が劇団に入った時にはもう60代後半のおじいちゃんだったんですけどね、まあ、その方が、まあ、素晴らしい女方さんだったもんですから、その人の身近にいていろんなことを勉強できたっていうのが一番大きいんですよね。男性を演じる時とこう女性を演じる時のこう違いってこうどういうふうに表現されるんですか？切られ乙女というね、当たり役があるんですけどね、国太郎さんのね、そのセリフをちょっとこういう感じでやってるっていうのをちょっとだけやらせてもらいますね。じゃあね、そりゃあなたがおっしゃらなくともいずれも様がご存知だね、どっかにおいでの旦那のように雇うかっつきやじりきりまだ盗すたしやしねーよ山崎やとかもこういう感じでやるわけですね。圧倒されてしまいました。やっぱり発声から全く違うんですね。男優さんが長年かかってそういう、まあ、自分の節回しの一番気持ちの乗って体の整理の中でそういうセリフを言うのをこう長年かけて、まあ、作り上げてきたものを私が真似てやらせていただいているわけですけど、やっぱそれだけの積み重ねがありますよね。そういった意味ではね。そして今回山崎さんがふるさと徳島で臨む公演、一万石の恋、浦長屋騒動記愛の奏本編。脚本監修は男はつらいよシリーズで知られる山田洋次監督です。今回演じられる役はどんな役ですか？長屋のおつるちゃんというヒロインが出てくるんですけども、何軒かのそういう借家を束ねてる徳兵衛さんという親の役をやらせていただきます。全部山田監督がそのお芝居の中身をみんな指導してくださったっていうのが今度のお芝居なんですよね。その長屋の雰囲気をお客さんにそのきっちり伝えなきゃいけない。それにはそのちょっとした住人の仕草だとかそういうものが極めて自然にリアルにお客様に伝わらないとこの芝居はもう全然ダメなんだって、でそれがきっちりできるところに本当の笑い、これはもう絶対大事にしなきゃいけないんだってことをね、もうすんごくおっしゃって一番もうなりましたね、うん。そういったこう山田洋次監督自らが演出にも関わってくださった細かいところもぜひ皆さんには注目していただきたいということですよね。ご覧になる人のハートに届くようなお芝居を舞台でやって感動していただくことに関わってるわけだから、もうそれに尽きるという感じしますね。現在74歳の山崎さん、今年徳島に住居を移しましたが、全国各地を巡る舞台人生は続きます。全身座はもう次は100周年に向かって全身あるのみというところだと思うんですが、山崎さんはどこまで進んでいきましょうか？本当に全身座今年ね91年ですけどね、これはもう大変な歴史なんですよね。
それで私その劇団の歴史の中で今半分以上やらせていただいてるんですけれども、まあ100周年って言ったら今からまだあと9年ありますでしょ。ということはもう80は優に越しちゃうんだなとかってなると、これはなかなか大変ですからね。とりあえずはまあ 今の元気さでもって、とりあえずあと3年頑張るぞとか、そういうこう小さな夢を少しずつ追っていく形でこれから頑張っていければいいなって思ってますね。